一瞬で信頼を勝ち取る心理テクニック5000人と初対面で信頼を勝ち取るのは難しいと感じるかもしれませんが実は心理学に基づいたちょっとした工夫で信頼を得ることができます今回は相手から信頼を得るための5つのテクニックを紹介しますテクニック1ミラーリングミラーリングとは相手の言動やジェスチャーを自然に真似ることです人は自分と似た行動を取る人に親近感を抱きやすいため 信頼関係が気づきやすくなります。自然な範囲で相手の動作や話し方を少し取り入れてみましょう。テクニックにアイコンタクト、適切なタイミングで相手の目を見つめることは信頼を築くために非常に有効です。アイコンタクトは誠実さや真剣さを伝え、相手との距離感を縮めます。目を見つめすぎるのは逆効果になるので、自然な感覚で視線を合わせましょう。 テクニック3相手の名前を呼ぶ会話の中で相手の名前を呼ぶことで特別感を演出できます人は自分の名前を呼ばれると自分に対して興味を持ってもらえていると感じ信頼感が高まります自然な流れで相手の名前を使うことがポイントですテクニック4スマイル笑顔は相手に安心感を与え信頼感を高める最も簡単な方法の一つです自然な笑顔で接することで 相手はあなたを信頼しやすくなります。無理に笑おうとせず、リラックスして笑顔を心がけましょう。テクニック5オープンボディランゲージ。オープンなボディランゲージは、相手に心を開いていることを伝える重要なサインです。腕を組まず、体を開いた姿勢や手のひらを見せることで、警戒心を和らげることができます。閉じた姿勢は、逆に防御的な印象を与えてしまうので、注意しましょう。 今回紹介した5つの心理テクニックを活用すれば、初対面でも信頼を得ることができるでしょう。これらの方法を試してみて、日常のコミュニケーションに役立ててください。